湯飲みとかコーヒーカップに釉薬をかける場合に、内側を白くして外側を別の色にしたいという希望の方が多いんです。中のお茶の色がきれいに見えるんだと思います。その場合に、簡単なやり方と、それからちょっと難しいやり方、何通りかご紹介します。一番簡単なやり方は、内側にまず白い釉薬をかけます。中に柄杓で一杯入れて、口元までじっくり回す。これを一息に開けて、少し乾くのを待つ間に外側の釉薬をかき回します。ちなみにですけど、釉薬の生、つまり焼く前の色と焼き上がった後の色っていうのは、あまり関係がないというふうに思ってください。これは赤く見えますけど、焼き上がると黒くなる。今内側こういう状況ですね。そして高台を持って、最初ちょっと斜めに、途中から水平にして、1、2、3秒つけます。これが初めての方でもほぼ失敗がない内側と外側のかけ分けの技法ですね。ただこの技法にはちょっと欠点がありまして、内側にこれだけ黒い釉薬が流れ込んでしまうんです。そしたら次は、黒い釉薬をこの口元までかけるやり方です。まず内側かけます。柄杓でだいたい器の半分ぐらいまで入れたら、手をぐっとこうねじってですね、一息に流すと、この口元まで白い釉薬がかかるわけです。もし難しいと思ったら、このまま目いっぱいになるまでかけてください。一息に開けたら、口元だけちょっとつけてもらっても、まあ手間はかかりますけど、結果は同じですね。外側にもし回ってしまった部分ができたら、水をつけたスポンジで軽く拭いておいてください。外側にかけていきましょう。内側に手を入れます。こういう持ち方になります。そして高台の中に釉薬が入っていかないと困りますので、水面を叩くように入りましたね。このまま口元までつけていきます。はい、これで出来上がりです。乾燥して持てるようになったら、高台を拭いてください。